はい、今回はポケットモンスターアルファサファイアをやっていきたいと思います。前回はね、大金器をゲットしたので、今回はジャローダをゲットしてみたいと思います。まずは不思議な贈り物をして、贈り物を受け取る。で、ここでね、シリアルコードで受け取るをします。で、ここでちょっと、接続、インターネットに接続するので、ここでちょっと時間がかかるかな。まあ、多分1分ぐらいかな。で、先に言っときますけど、ジャローダのシリアルコードは、ポケモン497です。あ、もう来た。じゃあ、書きます。ポケモン497。497です。こんな感じですね。ポケモン497。終わり。で、これで、ジャローダがゲットできます。まあ、大金器、演武王もレベル50だったので、まあ、ジャローダもレベル50だと思います。はい、来ました。ジャローダプレゼント。はい。で、このジャローダは、まあ、前回の2つの動画でもあった通り、ポケモンセンターのね、配達員からもらいます。はい、こんな感じでね、終わって、で、ホーム画面に戻ります。はい、来ました。で、ここでね、普通に、続きから始めてね、ポケモンセンターに行きます。はい、ここです。で、ここにね、配達員がいます。多分、いると思います。わかんないんですけど。ここのポケモンセンターですね。ここっていうか、どこのポケモンセンターでも、いるはず。で、その前にちょっとボックスっていうか手持ちがね、一つ空いてないとゲットできません。だから、ポケモンを預けるか、ボックスを整理するとかをね、押して、こんな感じで一つ空けます。で、これでね、配達員に話しかけると、はい、ジャローダをゲットしました。じゃあ、ジャローダのね、強さを見てみたいと思います。ジャローダはレベル50、HP は149。まあ、こんな感じで見ると、やっぱ演武王の方が HP が高いですね。じゃあ、強さを見て、リーフストーム。おー、これは強い。で、手加減。これ結構使いますね。3体とも手加減覚えてるので、絞り取る。HP が残っているほど威力は上がる。ギガドレイン。あ、これは使います。HP 回復するのでね、さらに相手にダメージをね、与えるので。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録、あと高評価もお願いします。では、さよならー。